ほいでね、はい、ほいでね、うん、それでさ、こうなんかね、だからね、2つ分けた方がいいんですよ、マインドとね、これのことをね、じゃあ名前つけちゃおうか。いや、なんかさ、心の声聞くって言うんだけど、うん、心の声ってほら、あ、ちょっと持ってこようか。よいしょ。あ、いや、今日今大豆さんに見てもらおうと思ったら、ドンピシャ同じテーマですよ。大丈夫、それはいいことなのよ。ちょっと待っててね、今ドンピシャの話がいろいろ続くと思うから。あれ、なくなっちゃった。あ、これだね。今更だけど、これ読んでない人は読んだ方がいいよ。大発だ。熱いね。熱いし、1個しか付箋入ってないね。これなんて、どこに入ってんのかな、この付箋は。すげえ最初に入ってんね。32ページに入ってんね。第8の習慣は、自分の内面の声を発見し、他の人たちも自分の内面の声を発見できるように奮起させる習慣であり、というところにだけ結論にだけ入ってるね。素晴らしい、いい本でした。第8の習慣で、これ素晴らしいね。それからその前提と、これもね、解説始めたらもう大変、7つの習慣の講座になっちゃって、私7つの習慣のトレーナーになろうかな。なんか本当大好き、これね、素晴らしい。で、でね、心の声を聞けて、例えば第8の習慣でスティーブン・コビーも言うんだけど、心の声って何なんだろうね。でね、あれ誰だったっけな、水島先生か。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待ったね。よいしょね。今日いろいろみんな大変だね。うん、本がいっぱい出てきて、これとかね、あの一般向けでめっちゃ売れてるね、水島先生、自分を認めて楽になる対人関係入門、それでいいね。で、まああの、まあなんかいっぱいもうぐらい本出してるね、あの対人関係療法、の第一人者でございます。まあ、アドラでもね、対人関係論っていうのがありますけどもね、その人間関係の中で考えてみるというね、やつですけども、この先生なんかもね、こんな言い方されててね、素晴らしいなと思う。このマインドとハートを分けようとね、私で言うと、ボディとマインドとスピリットと分けようとかって、まあいろいろ言ったりすることありますけれども、あ、このマインドとハートってすごい分かりやすいね。だから皆さんどうでしょうか、こう分けてみる。マインドってのは思考の声なんですよね。え、こうした方がいいんじゃないのとか、こうやったらダメなだよとかね、こうしちゃいけないとか、これはできないとかね、っていう声ね。で、ハートっていうのはもっと心の奥底から出てくる、本当はこうしたらしたいって欲求ですよね。これが欲しいとかね、もうこんなことしたくないとかね、こう行きたいんだとかっていうね。で、いろんな種類の欲求がある。で、いろんな種類の欲求のことを知りたかったら、あのとりあえずマズローをガイドラインにするというね。マズロー、わかる？マズローの欲求階層説ってあるでしょ、ね、一番下から生理的欲求、次安全欲求、ね、で所属欲求、ね、で尊敬欲求、まあ、承認欲求って言ったりするけど、で自己実現欲求、自己超越欲求ってあるね。で、自己実現欲求と自己超越欲求のことは成長欲求というふうに言っててね。で、それ以下の4つのことは欠乏欲求っていうふうに呼んでる。だからいろんなのがあるのね。だからもう、あの怖いよとかね、あのその安全が欲しいみたいなことだったりとかね、水、もっと手前で言えばね、水が欲しいだの、寝たいだのね、私もちょっと水欲しくなったから思うけど、うん、ね、みたいなこともあれば、ね、自分の所属するチームが欲しいとか、人間関係が欲しいみたいなね、その所属欲求もあれば、認められたいとかね、自分でも自分のことを認められるようになりたい、承認とか尊敬欲求みたいなものもあれば、まあ、あの、で、本当はこう行きたいみたいなね、成長欲求ね、その先にあるね、もっと広いものとこの一体化してつながってね、で、自己超越と、で、まあ、こういういろんな欲求があるんだけど、で、ハートが出してきてる欲求と、マインドの方でね、そのすべきとかしちゃいけないとかできないとかってこう思ってるものをやっぱ分けていかないといけないんだけど、水島先生とかね、なんかあれだっつってたな、卵みたいなの例えてね、その黄身の部分がハートで、で白身の部分がこうマインドで、でこう覆われちゃって見えないし、なかなかこう感じられなくなってる。でもその内側にある声聞くんだってね、思うのが大切とかって言ってんだけど、やっぱもうこのね、条件付け関心にさらされ続けて、もう何が本当の自分の考えなのかとかね、自分の気持ちなのかとかっていうことが分からなくなっちゃってる人がいっぱいいるね。で、それがすごい苦しみの根源にあって、で、
だから一回ね、このことを、なんていうのかな、そのマインドをより分けてですね、ハートの声を聞いていくってことが大切だっていうことなんですよ。でまあさ、遡るとですよ、それこそロジャースも最初に教育、1940年代ぐらいからロジャースはこう変わり始めて、非指示的、その指示インストラクションをするっていうことじゃなくて、しないっていうのにまあ変わって、でそこからインストラクションしないだけじゃなくて、相手のことをその大切に、ね、相手を中心に考えるっていうことで、そのクライアント中心療法で、これそれがさっき言ったパーソンセンタードアプローチってやつですけどね、ここに進んできたんですけどね。で要はそれまでのさ、彼のカウンセリングって何かって言ったら、まあこれは彼のだけじゃなくてオーソドックスにね、カウンセリング自体がそうだったわけなんですけど、まあ治療ですからね、悩み苦しんでる人の治療なので、最初話聞いたりして、で分析をして、でこうなんだっていうふうに、まあ仮説を立てて、でそこからじゃあもう指示命令ですよね、指示命令とか、それからあとは教育訓練ですよね、でして、でこうやりますって制約させて、で実際やったかどうか、やったらどうなったかって、この用語のチェックをするって、こういうのがまあカウンセリングで、だからまあコンサルタントでね、心理コンサルティングですよねっていうのがこう仕事で、でもやっぱりそれでうまくいかなくって、なかなかね。でだからまあ行き詰まったケースがあって、でその行き詰まったケースっていうのをこうね、ブレイクスルー起こしてくれたのが、まあそれはね、そのまあ子供の問題っていうのを扱ってた時にね、それがうまくいかなくて、そしたらお母さんが、私自身がカウンセリング受けたいんだって言ってくれて、でお母さんのまあ夫婦関係だとかなんだとか、なんか問題を扱ったら、実はそれの影響でその子供にも変化が起こってくる、ね、これも対人関係論から生まれるやつだね、家族療法系のね。今日どんどん本紹介するけど東先生のね、名作ね、セラピストの技法が新しくなったよっつってね、これお正月大変だね、読むのね。で、システムズアプローチをマスターするっていうことでね、これはね、実際のケースの記録もあって面白いしね、それから考え方もね、それからここポイントにしようっていうのはね、ほんと素晴らしいね、東先生ラブですね。ぜひ本いっぱい出てるけど、とりあえず新しくなったからこれがいいんじゃないかな。でそれでさ、でそうかと、でそこからまあ家族療法にロジャースは行ったってよかったんだけど、まあそういう目覚めじゃなくて、あそうか、クライアントはクライアントが必要なことを自分で分かってるんだと。だからなんかこの、まだここまで明確になってなかったかもしれないけど、このなんか本当に何が必要としてるか、この欲求みたいなものね、クライアントが本当に望んでることはクライアント自身が知ってると。だからクライアント自身にそれに気がついてもらって、で気がついたら変われると。だからこの自己実現傾向じゃないけど、自分で本当に自分の人生選択できるんだと、その能力があるんだっていうのを体験して、でもうなんかそのインストラクションするというのをやめたんだよね。でそこから生まれたのがこのパーソンセンタードアプローチってやつで、でそこからさ、かの有名なさ、中核三条件というやつが出てくるわけなんですよ。でやっぱね、中核三条件をね、しっかり理解するっていうのがね、大切なんじゃないかなと思うんだよね。で中核三条件っていうとさ、まあ需要共感一致とか、まあ順番はいろいろなんですけど、言ったり、それぞれにまた説明がついてたり別の言い方があったりするけど、そもそもはさ、1957年にね、論文を発表したんだよね、ロジャースがそれまでの研究をもとに。ロジャースはやっぱ素晴らしくってさ、それこそね、今日も持ってきてくれてますけど、筑語ですよね、自分で書き出して、書き出すと勉強になるじゃん。でうまくいったのもうまくいかなかったのも書き出して、で何が違ったんだろうっていうのをかなり細かく分析して、でね、だからまあ初めてその科学的手法じゃないけど、まあそのね、何が何をこう起こしてるのかっていうことの仮説をちゃんと作ろうと、まあしたね、一人だよね、ロジャースは。でまあそういうプロセスの中で、あと出てくるかしら、出てきたね、出てきたか、1957年治療的人格変化のための必要十分条件っていう論文書いたわけさ。でその中にそもそも6つ載ってましたと。でそこから態度条件を3つ出して中核三条件になってるんだけど、今日珍しく読んでみるけど、2人の人間が心理的な接触を持っていること、要は私がコーチでね、
クライアントだとしたら、ここは心理的に接触を持ってる、まあ物理的な空間にいるかどうか関係なく、ここでなんか心がつながって、まあ難しいよね、でも心理的接触ってね。で、クライアントは不一致な状態にありね、で傷つきやすく不安な状態にあると。これすごいね。逆に言うと一致してたら傷つきやすくも不安でもないんだよね。すごいね。でも多分そうなんだよ。今ここにいてさ、で自分自身の心の声聞いて、でやれることやるし、もうやれないことやったらしのぐしかないわけで、でも別に過去のこと思い患ってもしょうがないしね、なんか思い出しぐじぐじってもしょうがないし、未来のこと不安になっててもしょうがなくて、今この瞬間自分の声聞きながら周り見てやれることやるっていうことを粛々とやってたら、でこれがさ、あれだよね、マインドがさ強いから人間これできなくなっちゃうんだよ。過去のことを考えたり未来のことを考えたりすぐしちゃうから。ところがこのマインドの思考の部分が弱いと、ね、動物とかさ別にさ、ね、怪我して足ちぎれたりしてもさ、やれること全開でやるだけだもんね。別にあの時なんで俺あそこで道路出ちゃったんだとか思わないしさ、畜生あいつの方がね、ダメな猫なのになんであいつはピンピンしてて俺が怪我してとか思わないしさ、このままだと牢獄くらいなとか思わないじゃん絶対。だから傷つきやすくもなく不安定にもならないんですよ。本当に一致してたら。一致の条件っていうのは今ここにいるっていうことと自分の心の状態に気がついてるってことだからね。この2つだから。でだからいいんだよね。で条件3番、第2の人、まあコーチはこの関係の中で一致しており統合していること。素晴らしいね。この関係の中だよ。だから自分勝手じゃないわけさ。ここの関係性の中でここの状態に気がついていてね、今起こっていることにも気がついていて、自分の心の状態にも気がついていて、一致の別の表現は本物であることっていう表現がロジャース自体が与えているんだけど、要は本当の自分であるというか、要はだから仮面つけてないってことなんですよね。仮面つけてなくて、ここの関係の中で仮面つけてない。だからコーチ仮面はどうかと思うって話なんだよね。コーチ、あ、なんかそれはコーチ権だね。